どうもこんにちは、ぐっちです。前回のねジンバルの調整方法という動画見ていただけましたでしょうか。今回なんですけれども RS3 Pro のセットアップの方法というのを詳しく紹介していこうと思います。ということでセットアップをしていこうと思うんですけれども、めちゃくちゃアイテムがいっぱい入ってて難しいっすよね。ケーブルもねいっぱいあって、今ついてるのがフォーカスモーターとレイブンアイとブリーフケースハンドルとスマホホルダーがついていて、今回から搭載された Bluetooth シャッターの接続方法というのもお伝えしようかと思います。こちらのレイブンアイなんですけれども、映像を伝送するのに Wi-Fi で接続したりしないといけないんですね。でそれもちょっとややこしかったりして難しいので、そちらも詳しく紹介していこうと思います。それではフォーカスモーターロッドマウントを組み立てていきます。まず上部クイックリリースプレートを準備して、こちらをつけていきます。次にロッドを通していきます。次はフォーカスモーターを取り付けていきます。クイックリリースプレートをカメラに取り付けていきます。次はクイックリリースプレートにカメラを取り付けていきます。フォーカスギアストリップをレンズに取り付けていきます。フォーカスモーターをフォーカスモーターギアストリップにかませます。次はレイブンアイを取り付けていきます。次は HDMI ケーブルをレイブンアイとカメラにつなげます。次はレイブンアイと本体をつなげます。一番下の USB 端子に入れてください。フォーカスモーターと本体をつなぎます。向かって左側に入れてください。真ん中に入れます。カメラの本体とジンバルをつなぎます。レンズサポートを取り付けます。クイックリリースプレートの前の部分に合わせてこちらのネジを入れます。カメラのレンズ部分を支えることで本体のネジ側の負担を軽減させることができます。フォーカスモーターとレイブンアイとケーブル類のセットアップを完了しました。レイブンアイを使って映像を伝送させる方法を紹介します。レイブンアイの本体のボタンを長押しします。アプリと本体を接続したら、レイブンアイに接続をクリックします。OK をクリックします。Wi-Fi にレイブンアイが表示されているので、こちらをクリックしてください。パスワードを求められた場合は、123456789で試してみてください。レイブンアイを使用するときは、Bluetooth を無効にしてください。こちらは OK をクリックします。これでレイブンアイを使ってカメラの映像をスマホへ伝送することができました。次は Bluetooth シャッターの使い方についてご説明いたします。今回は α7R3 での設定方法になります。まずカメラのメニュー画面を開いてください。ネットワークというところに行って2ページ目の Bluetooth 設定で Bluetooth 機能を入りに入れてください。次に RS3 Pro の Bluetooth の設定を行います。右上のカメラと Bluetooth のマークがあるんで、こちらをクリック、確認。こちらにカメラの名前が出てますので接続。
そうすると Bluetooth 接続済みカメラのリモート操作モードが有効になっていることを確認してくださいというふうに出てますので、カメラ側の設定も確認してみてくださいって OK をします。そうすると RS3 Pro とカメラが今 Bluetooth でつながっている状態になります。レックできるか確認してみます。本体のレックボタンをクリックします。そうするとレックが始まりましたので、これで本体とカメラの Bluetooth 接続が完了しました。スマートフォン設定は切るに入れてください。 USB 接続は PC リモートにしてください。 USB LAN 設定はシングル。 USB 給電は切りでもイリでもどちらでもできると思います。 PC リモートは静止画の保存先を PC プラスカメラ本体にしておいてください。ケーブルをつなげているときは Bluetooth は使えません。 Bluetooth をつなげているときはケーブルを使えません。次はフロントダイヤルでフォーカスモーターの制御をする設定を行います。メニュー画面をスクロールして一番下に行きます。ダイヤル機能をクリックします。デフォルトの状態ではケーブル駆動のフォーカスにチェックマークがついているんですけれども、こちらを一番上のフォーカスモーターにチェックマークをつけます。これでフロントダイヤルでフォーカスモーターを制御できます。ダイヤルの速度はこちらで変えることができるようになります。右にスクロールしてもらうとダイヤルスムージングがありますので、こちらも設定することができます。ちなみにフォーカスギアストリップの留め具の部分で当たってしまうとこのようになってしまいます。フォーカスモーターのキャリブレーションを行います。右下の設定ボタンをクリックします。下にスクロールしていくとこちらにフォーカスモーターの欄があります。一番上にフォーカスモーターキャリブレーションがあるのでこちらをクリックします。確認をクリック。キャリブレーション中になりますので少し待ちます。フォーカスモーターのキャリブレーションが完了しました。次はスマートフォンホルダーを装着していきます。サイドのポートに差し込みます。後ろ側のノブを回して固くします。スマートフォンを取り付けます。角度は任意で変えることができます。次はこちらのブリーフケースハンドルを取り付けていきます。ここのネジを緩めます。今回は右側のポートに装着します。お好みに合わせてハンドルの角度を調整してください。これでブリーフケースハンドルの装着が完了です。グリップをブリーフケースハンドルの上に取り付けることもできます。グッチーチャンネル。セットアップいかがでしたでしょうか。皆さんできました？難しいですよね。説明書がね、本体の中に入ってるんですけれども、これね全部英語なんですよ。全く英語だから分かんなくて、一応ねイラストもついてるんですけど、一番肝心なイラストがちっちゃくて全然見えないっていう。浪人のアプリの中にもあのユーザーマニュアルっていうのが入ってて、動画なんですけれども、動画見ればまあそれで分かるっちゃ分かるんですけれども、それ見てもちょっと分かりづらくって、なんで日本で販売してんのに日本語の説明書がないのっていう、ちょっと不親切だなって思いました。今回の動画ね、見てもらえればセットアップできると思いますので、分かんなかったら何度も見てやってみてください。今回やったセットアップだといくつか使わないものも出てきたんですね。それがこちらの HDMI ケーブルが2本ありますね。端子が違うんで、カメラによって多分使い分けるっていうので入れといてくれてるというものになると思います。もう1個が USB-C で USB-A のタイプのケーブル、もこちらも使ってないですね。延長のクイックリリースプレート、こちらも大きいのも今回は使ってないです。でその他も今回は使ってないですね。ベルトみたいのもあるんですけれども、これもいまいち何に使うかがよくわかんないんですよね。ジンバル畳んだ時に広がらないように巻きつける
ベルトなのかもしれないですね、もしかしたら。公式サイトも見てみたんですけども、なんか具体的にセットアップの仕方っていうのが、日本語のものっていうのがなくて、ちょっと難しかったですね。付属してくる箱がこれなんですけれども、なんか防水じゃないですよね、多分見た感じね。まあ小雨ぐらいだったら弾くのかもしれないんですけども、なんかちょっと布っぽい生地感のやつで、でこう柔らかいんですよね。本体は結構値段するのに、ケースは結構ねお金かけてなくて微妙だなと思ってて、僕はどういうケースが良かったかっていうと、アトモスの忍者 V のケースがこれなんですけれども、これは表面が布地じゃなくってアクリルっぽい生地感で、多分これ雨降ってきてもあの弾くと思うんですね。で、まあ、これもね一応柔らかいっちゃ柔らかいんですけれども、 DJI の方のケースに比べればもう断然こっちの方がいいと思います。ということで今回のセットアップの動画いかがでしたでしょうか。もしねジンバルの調整方法わからない方いたら、こちら動画出しておりますので、これも一緒に見てみてください。不明点などもありましたらコメントもお待ちしております。この動画が参考になりましたら、よかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。